お買い物中の皆さん、今週も始まりました、イベラジ放送局、パーソナリティのイベルコです。よろしくお願いします。はい、アシスタントのシャバダバフジです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。イベラジはイベルと協賛店舗様の店内のみで放送されるラジオ番組です。ほぼ毎週金曜日に更新して、 AV ファン必聴の耳寄りな情報をお届けしますので、ぜひ聞いてくださいね。はい、イベルコさん、今週のイベラジの内容を簡単に紹介してください。はい、今週は現在開催中のお得なキャンペーン情報、6月6日新作の一押し作品のご紹介、5月23日新作のメーカー別売上ランキングのご紹介中心にお届けします。はい、イベルトの YouTube 公式チャンネルでは動画の方も配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、さあ今週もね、盛りだくさんの内容でお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ということでちょっとね、イベルコさん、はいはいはい、ちょっと若干質問が来ておりまして、なんと、イベルコさんって、はい、なんかそのちょっとマスクをつけてるのが、ね、マスク姿なんですよ。あのね、 YouTube で動画見たら分かると思うんですけども、なんかね、 S っぽく見えると。あらららら。で、実際は S なのか M なのかということがね、はい、ちょっと質問できてますよ。そうなんですか。うん、イベルコはですね、はい、ド M だと思いますそっちかいみたいな。でしょうね。でも僕もずっとトークしてて、なんとなく感づいてましたけども、はい、あ、そうなんですか、はい、あららら。ちゃんとね、あ、よろしくお願いしますって入ってきますしそうだね、真面目なんでスタジオに入るときは、すいません、よろしくお願いしますあとなんか、あのラジオのね、収録でお腹が鳴らないようにちゃんと、はい、あ、ちょっとなんか胃袋にちょっと入れてからやってますよとかねちょっとさらさないでください、はい、いつもあのナイススティックをカバンに入れてるあたりとかねそこら辺はちょっと M かなと思っておりますけども、あ、そんなところから M だと、はい、なんとなく感じておりますが、わかりましたか皆さん、イベルコさんは M ということでございます。はい、M です。はい、顔が気になる方はぜひね、イベルトの公式 YouTube の、はい、チェックもよろしくお願いいたします。はい、ということで番組では皆さんからのメッセージも募集しております。はい、質問疑問何でも結構です。ツイッターでハッシュタグイベラジでツイートしていただくか、イベルトのマシュマロから募集しております。皆さんからのメッセージお待ちしてます。